どうも、ゆうさです。はい、さあ、続き参ります。ここからでございます。確認しよう。ちょっと悩んでたんですよね。動画再開する前に悩んでて、安藤さん、おのやん。で、勇者剣じゃないですか。や、インドの槍って言ってもうてるじゃないですか。やっぱ槍持たせようかなと思って。すげえ悩んでるんですけど、いい槍売ってる？ここ。槍売ってたっけ？槍売ってるかどうか次第ではもう槍かな。実際多分、斧の方がいいんですけど、まあ、でもちょっとな、槍強いの得たら、とか言ってたら熟練度上がらんしな、みたいな。すげえ悩むな、これ。いっか。いっか。もう槍ももう、斧も変わらん。よし、行こう。よし。はい。じゃあ、王女に会いに行きます。ゴー。もうでも結構ね、物語的には佳境に来てると思われるんですけどね。かなり佳境に来てるんではないかと予想してるんですけど。ただいまー。パンデモニウムは幻の城だ。直接中に入ることはできない。悪魔の世界に通じるリズムがどこに。あ、すや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 。フィン行ってる場合じゃない。もう泉は見つけたんや。行こう。そうそう、泉はもう見つけたんですよ。絶対あそこやな。この端っこでしたよね。笑けるぐらいあそこやっていうのがあったんや。これ、これや。行くで。ほーら。絶対これでしょ。あ、うわ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 、いきなりか。これでも、ファイヤー効きそうな感じ。いかにも氷。ですけどね。うーわ、いやーちょっとね、ちゃうねん、インドの槍はね、あの素早さがね、縦レベルとか微妙なんですわ。氷の弓、うわ、ちょっと待って、めちゃくちゃ食らったな。あ、素早さをもう早急にやっぱ上げないと、こいつ、素やん、ほんまに。ちょっと待ってくださいよ。素の状態なんで、これ。せめてなんか持たせてあげるか。素やな、自分。エリクシャーぐらい持つか？すごい素やから。ヘイストとかも使わせた方がいいかな。ここから成長させていくん、だるいね。だるいと言ったらあかんけど、大変っすね、これね。インドの槍、お荷物やわー。現状、お荷物。ヘルファイヤー、言うてもてる。なんやろ、まあ、アイテムかな。サラマンダー、先生。ほら、先生とか取られてるし、インドの槍のせいちゃう、これ。これ、インドの槍、責任問題になってきます、これ。本当に。あんまり、こう、弱いと。成長を、期待するしかないよね。でも、あれですよ。言っときますけど、皆さん。一度は皇帝まで上り詰めた男やから。言うて。全人類のトップにまで上り詰めた人物ですよ。どうやってなったんか知らんけども。皇帝やのに MP5 って、もうちょっとのなんか負けてる感が感じるけど、まあまあ、さ、言うたらんとこね、元なんちゃらとかいるじゃないですか。もうそのやっぱり元日本一位ですよ。うわ、強え。いや、槍がいい槍取ったらもうインドの槍に装備させようと思うんやけど、いい槍取ったら
いいやり取ったらって何あれっすね。でもちょっと雑魚強いわ。よし、普通に強いっすわ。出た、メガパラサイトや。うわ、パラサイトの中のパラサイトや。もう40なってもや、40超えたパラサイトはもうメガパラサイトになるんや。マジか。言うたらんといてくれよ。毛もあんま生えてへんもん。よし、アルテマのレベルアップ。おっつ、今宝箱っぽいの見えた？ちら見えしてるわ。行くわ行くわ。いや、槍かもしれんや。あー、出た出た出た、モルボルグレート。ほら、グレートだぜ。もうグレートだぜのやつが出てきてるから怖いっすね。状態異常、確実に槍は入るでしょこれ。500、物理ダメージがあんま入らんかな。し、燃やして、ファイヤーもいまいち効きません。猛毒に、モルボルグレートを猛毒にするという発想。猛毒にするという発想。よし、倒して。アルテマが、アルテマレベル6どれぐらい効くかね。くっ、大丈夫。なんやねん、派手なだけであんまり食らわへん。し、行くぞ。ナイス。一応まあ宝箱、余裕があるときはなるべく集めていく方向でいきます。あ、アイスリザード、ファイヤー行く、安易か、安易かな、アンミカさんかな。ナイス、つえ、安藤さんがマジつえ。決まったー、1550決まった。アンミカさんすごい。さあ、ゴーゴーゴー。ないよな、絶対なんもないと思いますけど、絶対なんもないと思いますけど、もう分かってますけど一応入ります分かってますけど一応入りますね。よし、食らいやがれ。炎、こいつには炎効かないです。ちなみに食らいやがれ。これでレベル6、300、あー、もうファイヤーに追いついて、追いつきそうですね。通常ダメ。あー、いや、なんか変動がすごいな、アルテママジで。生き返したるか。こういう時ぐらいしかレイズ使えんし。ドゥン、ドゥバドゥ。オッケー、おかえり。いいですね、ヒット率めちゃくちゃ、ヒット率いいですね、アンドゥさんの。ちょっと待ってね、確かアスピル、え、ちょっと待って、誰、アスピルは安藤さん持ってるんですよね。よし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 、すごいです。安藤さんアスピル持ってますから、安藤さんの吸引力、本物の吸引力。吸引っていうのはどういうものかというのを見せてあげますわ。攻撃も吸引もできますから。
よし、吸引していこう。時短吸引で。くそ、殺人の小切り、狂気やな。狂気、殺人の小切りです。ある程度倒してからかな。おら、毒流し込みオッケー。打つべし、打つべし。はい、強っ、マジ強え、マジ強え。もう独り立ちやね、もう立派に独り立ちですわ。どうしようかな。アスピル、アスピルをやるか。ちょっとアスピルやってみよう。やれー。あー、間に合わんかな。倒してしまう。ナイスー。このマスよ。うわ、変な隊列。結構珍しい隊列。何？え、すごい状態状になった今。なんか、なんや今の。もんめちゃくちゃ流し込まれたよ。瞬間ごっつ流し込まれた。ちょっと待って、あいつ倒すか。とりあえずこいつ倒すか。え、こいつか。違うな、モルボルにやられたんすよね多分。なんか怒涛のインドの槍。うーわ、これそんなためらいないっすね、自分に対して。ちょっとぐらいためらうもんやけど、混乱って怖いな。やっぱりだから覚醒剤とかそういうの怖いよね、やっぱこういうことになるから。倒そうか。しい、聞いてる聞いてる。なんかもう全部の生き量がもうインドの槍に流し込まれた格好ですね。いやー、言うて元皇帝でも今はもう無職ですからね。なんぼだ、昔のね、その昔の、なんていうの、やっぱ栄光というか、過去の栄光というか、そのあっても、やっぱ、所詮今無職ですから、やっぱ、アスビルもあんま聞かないですもん。あ、これは安藤さんのことですよ。知性一の、アスビルですからね、これ。パオ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 。知性一でも逆にこんだけ吸えるんだという、恐ろしいです。あ、間違えた。モルボルグレートにレイズを。パウ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 、めっちゃ吸っていく。はい、おつ。インドの槍は余計なものをもう一切一矢まとわぬ姿ですから。あ、違う違う、先レイズ安藤さんにやらせます。あ、もうすぐレイズが3になるぞ。猛毒だと。お前どうしてん。そっかそっか、もういろんなの流し込まれたからか。ありとあらゆる、世の中のありとあらゆる毒を流し込まれたんですね。流し込み系配信者です。ダイヤメイス。メイスはどう？お前メイスはどう ?6 か。いや、やっぱ斧が突出してるような。ちなみに安藤さんが9。え、安藤さんよりベテランっすね。斧の扱いに関しては。斧の扱いに関してはもう安藤さんよりもベテラン。あー、下がった。
もう何やってんの、もう適当にちょっと使ってみて。じゃあお前ヘイストでもやってみろ。ちょっとオッケーです。まあまあまあ、まあ、この辺はもう甘んじて食らいましょう。どうぞどうぞ。まあ、どうってことはない。こいつはすることがない。物理ダメージがあんま入らん。これやっぱもうすぐ下がりよるんですよね。あの1よりはマシなんですけど、それでも1よりはマシ。1はもうほんまひどいから。よし、オッケー。インドの槍の MP の上がり方、嘘やろ、すごい。5から37。こいつすごいスピードで成長しやがる。何が効くんやろ。あえてのブリザード行ってみるか。流し込め。回復された。まあそうでしょうね。見た目がもう完全そうやもん。パウ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 。オッケー、毒流し込み、オッケー。攻撃いきます。くわ、ちょっとな、安藤さん MP 上げたいな。ちょっと安藤さんにわざと使わせて MP を上げるか。アンチ入れてもいいですけど。し、もうちょっとでいいんですけどね。食らった。 HP は上がりそう。ちょっと安藤さんの必要性が少しだけなくなってきたのはそうなんですよ。インドの槍が実際斧が強いとなればですよ、最悪安藤さんの斧をもう渡すっていうことも、まあ、こうなるともう本末転倒ですけども、可能性としてですけど一応考えとかないと。安藤さんも安泰ではないので、ベテランやからって言って仕事がいつまでもあるわけではないので、本当にその辺はやっぱり危機感を持ってもらわんとやっぱダメなので、仕事に対して危機感を持ってもらう意味でもインドの槍にはちょっと斧を持たせておこうかなっていう。よし、そろそろトグル弟に思いっきりしばかれると思いますので、安藤さんちょっと調子乗ってますからね。おいしょ。あー倒せない。スフィンク、スフィンクマイラスフィンクマイラ、キマイラとスフィンクスが合体してる感じ。スフィンクマイラ。安藤さんの MP 上げたいぜ。ナイス。
Thank you. しょけ。もうほんま部屋入んの嫌やな。マジで部屋入るの嫌なんすけど、もう絶対なんもないもん。なんもなさが異常やね。敵は絶対おるしね。一歩進んだら敵おるしね。出た出た、メガパラサイトですね。はいよ。これは全処分できるんじゃない？いやー、強烈。よし、オッケー。またヘルファイヤーや。すげえヘルファイヤーもらえる。うろ。ここはじゃあ氷ボスがおるんかな。可能性としては。でバフ。ナイス。地味に削られてるな。安藤さんもうすぐ2000いくやん。よう見たら、ついに2000か。感慨深い。攻撃もね、もう相当上がってきてますからね。よいしょ。でバフ弱え。なんか効く敵と効かん敵がおる感じやねんな。あのブラッドソードとかの感じに似てるっすよね、アルテマ。一応回復します。これがめんどくさい、この一回一回戻るのが。これも多分3あたりから4はもう間違いなく改善されてたと思うんですけど、カーソルがこういちいち戻っちゃうんで、こうポンポンポンって連打で打ちたいんですけど、打てない。いち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 こう戻らないといけない。すごいな、安藤さん。1900。うわ、全然回復せえへん。ケアル打ちまくってマジでこう、上げたいですね、ケアルのレベルも。あー、もうなんもないんやろな。なんもないんやろな、もう。わかっとんねん、これ。もう分かってんねん、分かってんねん。知っとんねん、知っとんねん、なんもないねん。466、212、毒流し込む。あ、聞いてるわ。1560になってた、今。聞いてます、聞いてます。やっぱファイヤー聞いてるわ。見間違えてた。普通に聞いてます。あ、めっちゃ聞いてるわ。そっか。体力、向こうの体力が多すぎて一撃で倒せんかっただけか。ガチ撃してました。普通に。ないよ。うわ、怖。うわ、お色味。好きなお色味ですね、私が。私が大好きなお色味。緑とピンクとか、ええやん。し、燃やす。オッケー。こいつ、ファイヤーでよかったっけな。あ、間違えた。いいぜ。やれ。いいよ、ナイス。金めっちゃもらえますね、もう。なんか高額の何か買えへんのかな。もう50何万とか持ってんねんけど、なんか買えへんのかな。ほんまに欲しいねんけど、買い物したいんやけど、なんか目標あったらええのにな。
100万とかでなんかもうむちゃくちゃいかつい社長を雇えるとかさ、なんかそういうなんか救済システムみたいな、もうこの人雇っといたら大丈夫みたいな社員や派遣の人雇えるとかさ、うわ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 、ちっちゃなだ戻った、え、ちっちゃなのって普通に戻んねや。いやまあそれはええけども、何今の一瞬、めちゃくちゃ状態上になったわ。あれガンって物理攻撃食らって流し込まれてるような感じですよね。でもうなんともない、今なんともない、どういう状態今もうなんともないです。戦い終わったらもうなんともない、ほんまどういう状態なのこれ。よし倒す、あファイヤー回復された、物理で攻めるか。こういう時も多分アルテマは入るんですよね。アスピル GO、 ナイス。ただダメージはしょぼい。パウ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 、吸収率もしょぼい。アスピル吸っておきます。え、インドなり素早くない？もう一番に動いとるけど、やるやんこいつ、なんかやりますやん。ちょっと見てみよう。安藤さん44でしょ、え、もう55あるやん。え、回避率ももう 97% まで来てますよ。成長著しいわ、さすがやで、さすがですね。やっぱ元皇帝やっぱポテンシャルが違うで、これやるな、ちょっと嬉しいですね。いやちょっとにやけたな、すえ。いやありがたい、もう早くももうなんていうか最前線というか、もうちょっとなんか安藤さんの居場所が少しずつ奪われているような感、一気に上げてきたよ。竜巻13、めっちゃ食らう、めちゃくちゃ食らう。いやそうでもない、勇者だけ食らった、いやそうでもない、なんや今の、170ぐらいか、知れてる知れてる。 OK、